もうはい、はい、えっとしますえっ、ー、と福岡市役所の,の経済観光文化局のえ熊、ー、本と申します。私あの出身福岡でえっ、ー、と地元の大学を出た後にえっ、ー、と民間の保険会社に入って。 大学職員を経て今2014年から経済のセクションの方に在籍をしておりましてこれまでがコンテンツビジネスですとかスタートアップの支援とかをやっておりましたでこの春から企業一の方のセクションの方に来まして主に国内の えー、企業様を福岡市の方へのご進出を支援するというような部署に、えー、在籍をしておりますちょっと今日ビジネスサイドの話ではないんですけれどもあのセッションの後半の方で福岡市のこうステータスだったりだとか、えー、都市の魅力というのを少しご紹介できればなというふうに思っております、えー、よろしくお願いいたしますはいありがとうございますじゃあ続きまして、えー、鈴木様の方からよろしくお願いいたしますはい皆さんこんにちは LINE 福岡の鈴木でございます えっと私もですねえー、っと福岡の出身でして、えー、大学まで、えー、福岡で過ごしてですね、えー、就職とともにあの東京の方に出まして最初はですね新卒で NEC という会社に入ってお盛り上がってまいりました,しました、ね、私の自己,た自己紹介的に結構、はい、<laughs> で、えー、リクルートに転職しましてで、えー、まあライン福岡に入るタイミングでですねまあ U ターンして。 えー、来たということでライフ福岡に入って今8年ぐらいになります。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、で最後に、えー、森川様よろしくお願いします。オングリッドホールディングス代表の森川と申します。あの出身はですね、私は大阪になるんですが、あの企業を福岡でさせていただいて、あの福岡の皆さんに本当に助けていただきながらあの今日を迎えておるっていうところで、あの事業の内容は後からの方がいいですかね。ですね。はい。<laughs> <laughs> ありがとうございますオリックスファンですか阪神 <laughs> あ,違うあ関係ないです <laughs> はい。だいぶ野球が掘、ね、り下げるありがとうございますそれではですねここから早速、えー、本題のですねトークテーマに入っていきたいと思うんですけれども、えー、まずもう本当にですね皆さん本当にクリエイティブなビジネスを展開されてるなというふうにあのお見受けしてますけども実際自社独自でやっぱりクリエイティブなビジネスをこう生,む生み続けるためにまあ、必要な視点というところをですねぜひ あのお伺いしたいなということで、まずはは森川様の方からはい,はいえっと私はですね、まず事業内容のほうが、橋梁とかトンネルの点検業者を子会社が行ってまして、その現場で使用するロボットとか AI の開発をあのオングリッドホールディングスという親会社が行っております。まずあの起業したのがですねあのその 土木業界での人手不足とその就職弱者の方の課題あの雇用の課題というところを未経験者が使えるようなツールを開発するあの導入することでお互いの課題を解決できるんじゃないかっていうところから起業したので、まあ、社会課題の解決からスタートしたっていうところがあります。でもう一つその 開発したロボットやシステムっていうのは実際に子会社で現場でテストを行ったり使用することができるのでどんどん製品の方はアップデートしながら行っていくっていうところと私はもともと土木業界にバック ボーンが何ももなかったんですけどもビジネスプランコンテストでこういうことをやりたいとかですねアイディアを発表させていただいたりこういうことに困っているっていうあの発表をさせていただくことであのたくさんの仲間をあのこの福岡で作ることができまして現在あの元 Google のロボットエンジニアの方だったりあのゼネコンで副社長を務められた方っていうその筋の,あのプロフェッショナルの方っていうあのメンバーをどんどんこう 自分にはないスキルはプロに任せるっていうところであの仲間をどんどんこう集めていきながら進めているっていうとうございますやはりその社会課題をまずこう見つけるっていうところと,あとその社会課題に対してどういうふうにそれを解決していくかっていうこのアプローチっていうのがすごく大事なんじゃないかなと。 いう風に思うんですけどもまあ、社会課題については、まあ本当に日常からまあ捨てられてるような環境でまあ見出したということなんですけど、そこに対してどうやってアプローチするかっていうところに関して、どういう風うにこう何て言うんですかね？あのアイデアっていうか、こう発見されたのかな？っていうふうに。おそらくですね。私がその道具業界にいないこといなかったっていう。その経験がないっていうところで、本当に素人ベースの。こういうふうにしたら。 できるんじゃないかなっていうあの無知だからできたっていうところがあのヒントがあるのかなもしかしたら業界を知っていたら <うん S 2> あのチャレンジできなかったかもしれないですなるほどなるほど <はい S 1> ま外から見るが故に新しいこう発見ができたっていう感じなんですかねそうですね <うん S 2> はいであとはまあその実際にそれをこう解決するアプローチの時にやっぱりこう自分だけではなかなか解決できないったときにまあいろんな人の助けが必要だとやっぱりこの助けてくれる人 だとかやっぱりこう欲しているようなこう人材をどうやってこう見つけていったのかなっていうのも1つ興味があるんでですすけどそうですねもともと福岡グロスネクストで起業させていただいたんですけどもあのスタッフの方に、あのー、例えば大学と連携取らせていただいたりとかですねあとはそのビジネスプランコンテストで知り合った方にあのまた人を紹介していただいたりっていう,<ー>こう本当に人のご縁でこうどんどん。 あのメンバーになってもらったっていうふうな形ですね。なるほどとは<い>、そういった意味ではまあ今回、福岡というところもテーマに入ってくるんですけど、そういったやっぱり同じ志で、やっぱりこう起業されている方が集まっているがゆえに、同じこう人としてのこうつながりっていうのがまあできやすい環境もあるのかなというふうにあの思いますすねはいありがとうございま,すざいますでは続きまして、鈴木様の方からはいよろししくお願いいますはい改めまして鈴木でございます。 LINE、えっと、福岡株式会社、えっと、オンラインで見られてる方福岡以外の方もいらっしゃって LINE、えっと、福岡ってっていう形の方もいらっしゃるかなと思いまして LINE、えっと、の国内第2拠点ということで9年前に作られたんですけども、まあ、あのご存知のようにあの日本って災害が多くて、まあ、地震とか、まあたあのまあ、台風とかいろいろあると思うんですけども、まあ、東京の方も。 一集中がっていうことはもう結構前から言われてて現実味を帯びてきてるところでまああのもし東京で何かあったときにっていうことでえ福岡でリカバリーできるようにということで9年前にまあできてですねでそこから少しずつ人数とかまあ職種もいろんな人増やしていってだいたい今、いろんな職種があの集まるようになって今、だいたい1500人ぐらいの社員が LINE 福岡に働いているっいう形になってますありがとうございます。 実際にですね。まあ、line 福岡さんとして独自にこういろと取り組まれてることが、この福岡であるんじゃないかなというふうに思うんですけども、具体的にまあどういった活動をされてますか？はいありがとうございます。まあ、line 福岡っていう社名の通り、えっと。まあまずは自分たち。なんかオリジナルのものをやろうって思ったっていうことよりは、自分たちを見つめ直したときにまずできることをやろう。って考えたときに。まあ社名の通り line かけ福岡なのでまあ、line かけ福岡で。 何ができるかなっていうことを考えた時に、まあ、今日まさにあのたくさんの方いらっしゃってますけど福岡市の LINE 公式アカウントをまあ作ろうっていうことで福岡市の皆さんと一緒にまあ企画して今もうあの180万人ぐらい登録がいてあの日本で一番多いんですけども、ねね、まあそれは福岡市さんの,あの頑張りのおかげでなってるんですけど <laughs> まあそういった形で、まあ、LINE× 福岡といえば、まあ、福岡の皆さんにとって まあ便利なラインを作ろうということで福岡市の皆さんとこのライン公式アカウントをまあ育てていってるのがちょっと特徴的な仕事の一つかなとは思います。なるほどありがとうございます。で実際にですね市民参加型のこうスマートシティの取り組みっていうまあ。 中の一つのつ取り組みかなというふうに思うんですがもう少しちょっと具体的に実際にこうどういうことであのスマートシティをこう実現されようとされているのかっていうのを教えていただけるといます、はい、あまり難しいこと考えていなくて自分自身も福岡に住んでいるしまあ我々の社員もみんなそうですし家族も福岡に住んでいる人が多いのでまあ自分たちがまず困っていることを解決すればまあ自分たちもユーザーなのでまあみんなもまあ助かるだろうっていうことで。 で一番最初にやったのがですね、えー、とやって、えー、と好評だったのが、えー、とごみ出しの通知ごみ出しの通知が、まあ、来ると自分の住んでる地域を登録しておけば、えーまあ、その日にごみ出しの通知が来るで、えー、と福岡ってあの福岡でない方は知らないかもしれないですけど燃えないごみの日が特に月に1回しかなくてでこれをですね、あのー 大体飲みに行って忘れるっていうパターンが夜回収なんですねゴミって福岡ってこれ月1回の忘れるとまあえらい怒られますよねこれねっていう怒るか怒らないか多分数社のこう感うの同意を求めながら話してたんですけどはいはいそのパワーバランスの話ですかねはいまあっていうのがあってこれはみんな困ってるだろうということで当時ですね皆さん5年前か6年ぐらい前は あのまあ皆さんも経験あると思うんですけど LINE の,の無料スタンプをダウンロードしてまあすぐブロックするみたいな結構こうなずいてらっしゃるんですけどこういう時期って結構あったと思うんですよ要するに LINE から来る通知はいらない情報がたくさん来るという印象がどうしてもついてしまってたのでいやそうじゃなくて自分の住んでる地域を登録すればいらない情報は来ないと自分に必要なそのごみ出しの通知だけが LINE で来るっていうのが。 結構当時画期的だったんですよあいらない情報じゃなくている情報をくれるんだということがあの画期的で、まあ、私ももちろん助かりましたしこれ皆さんあの好評で、まあ、そういったところから始めてるのであまりなんかこうスマートシティでなんかこう、まあ、空飛ぶ車みたいなそういうイメージではなくてもう単純に福岡に住んでる人が困っていることを、まあ、皆さんがお使いいただいている身近な LINE で、まあ、少し解決できたらいいなっていうそういういニュアンスで取り組んでます。なるほど,なるほど まあそのまあ、同じ先ほどのお話とも似てるんですけども、やっぱり社会課題っていうところからのこうアプローチじゃないかなというふうに思っているんですが、そういったそのごみ出しも含めて、そういったアイディアっていうのは、その鈴木さん自身でこう気づかれたこところからスタートするのか、まあ、そうでないのかっていうと、どういう感じですかねあそれはですね、あの私とか我々の社員のときもありますし、福岡市さんから言われるときもあったり、特に福岡市の職員さんっていうのは、もう、 当たり前なんですけども現地現物で一番こう福岡の生活福岡の市民のことを知ってらっしゃる人たちなので何が市民何に市民が困ってるのかっていうのをもうめちゃくちゃ知ってるんですよなるほどなで私たちももちろん市民ということでもう当事者意識が高いもうグループの集まりなのでまあいろんな人からこれあったら助かるよねっていうアイディアが出るのであとはもう実装できるかどうかっていうそういう感じですねそういういことですね。 やっぱりそのライン福岡さんだけじゃなくて、まあいろんなそのまあパートナーさん、まあチームを含めて、まあ一緒になってこう取り組まれているっていうのが一つのそのクリエイティブなビジネスをみ出とす、うん、そうだと思います。はい。いうふうに思います。ありがとうございます。はい。じゃ続きましてですね、二つ目のあのトークテーマに移っていきたいというふうに思います。で二つ目ですけども、やはりその全社員がですね、やっぱりクリエイティブにビジネスを進めていく、いろんなアイディアを出していくっていうこういわゆるこう爆発的な こうアイデアを生み出すような、まあ、仕掛けとして、まあ、会社の組織としてどういうあの独自の取り組みをされているのかといったところとか、コミュニケーションをどういう,ふうにやってんだとか、まあ、いろんな多分取り組みを、まあ、されているんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、その点に関して、ぜひ、えー、お二人のです、ね、ご意見をいただきたいなというふうに思います。ということで、えー、じゃあ、よろしくお願いします。 弊社がですね、今あの福岡を拠点に子会社をこう現在沖縄にあの子会社がございましてで今広島の方に登期手続き中で11月に大阪っていうふうにどんどんこう拠点を展開していくんですけどもその子会社が実際に現場に行ってその地域特有のデータの採取をすることで現場で使用するあの AI のこうどんどん 精度が上がっていくっていうところのまあ自社でのプラットフォームのアップデートっていうところなんですがまあそういったところでそのコミュニケーションとしてはあの週に2回ぐらいは拠点をつないだオンライン会議っていうのは必ずやっていて情報の共有をしているっていうところとですね、はい、あのちょっとあのオンラインのほかにですねコミュニケーションのツールとしてあのボッチャっていうパラリン ピックのですね、ジャックボールっていうボールを投げてこう近づいた方が勝ちっていうあのすごいシンプルなルールのゲームなんですがそれの,あのサイバー版でですね、球を上空の,のカメラからですね何 cm ていうのを正確に測ってこう競うっていうものでこうデジタルと融合されているものがありまして<ー>福岡では初の導入になるんですけども。はい まあそういうのを導入することによってあの社員同士のコミュニケーションそれをあのフリーアドレスがあるスペースにですね LINE さんほど多分あのおしゃれな事務所ではない <laughs> <笑><笑>あですけどフリースペースのところの横に設置してまあエンジニアとですねインターンの学生さんとかですねとのコミュニケーションを取れるようにっていうあのスペースを設けているっていうところですね。ななるほどなるほほどど そうですかなるほどそういったその、まあえー、といわゆる場所が離れててもうまくそのコミュニケーションが取れるようなその取り組みをされてるっていう、まあ、形ですね、はい、私もボッチャをこうオンラインでやるって全然イメージがつかなくて投げるのはですね、はい、実際リアルに投げるんですけど、はい、あのデジタルなんであのカメラで診断するっていう形です。ななるほどなるほほどど じゃあリアルに投げているものをまあなん結果だけそういう感じでやられてるんですねありがとうございますちなみにまあじゃあ教育っていう観点ではどういうふうに教育はです、ね、<あ>あの弊社、ありがたいことにですねこの業界現場だと40代が若手って言われる中で20代、30代のメンバーがすごく多いんですけどあの土木顔出てないメンバーとかもたくさんいまして。 ただそこに関しては今、顧問の方でえっで例えば元 NEXCO 九州で,ですねあの副招長を務められてた方とかに顧問に来ていただいてそういう社内での教育っていうところは進めていたりしますなるほど,なるほど、まあ、そういった意味ではこういろんなねこう年代層の方がまあいらっしゃるまあ会社なのかなというふうに思うんですが逆にこう ライフ福岡さんの場合はまあ私のイメージですけどすごく若い社員の方がすごく多いんじゃないかなっていうふうに思うんですがそのあたりのこうなんていうんですかねコミュニケーションだったりとか、えー、一体感だとかってどういうふうに使われてますかわ、はい、かりましたありがとうございますその前に森川さん質問してもいいですか、はい、<laughs> なんかさっきからあの元グーグルの方とか元ゼネコンの幹部の方とかネックスネクスト九州の方とか、うん、すごいプロフェッショナルの方たちを、うん、が来ていただいてるじゃないですか。うん そういうういい方たちはこうどうやってくどいてるんですか、えっと、でもまずご紹介をいただいたところでご縁をいただいて、はい、そこからですねやっぱりその私,はこう私たちはこういうことを目指してますっていうビジョンとかミッションとかをあのお話しい,ただいて弊社にはあのー、足りない部分がすごく多い足りないところだらけのスタートだったので本当にその方の力がリアルに必要なんですよ。 っていうのと、その前職を、あのー、元グーグルの方は違うんですけど元前職、ゼネコの副社長だったり NEXCO の,の方っていうのはもう引退されてきたりしてるのでちょうどこう自分たちの力がこう若手に役に立つならっていうところでもあのー、なんですかねこうやってあげようと思ってくださるところなのかなっていう部分ではありますね。う自分のもう結構 ピュアな話で自分の力がこう役に立ちそうとか役に立ってる感がをこう喜んでくれて働き続けててくれてる感じですかそうですすかそうねリアルにあの必要だからですねその方の力がない <laughs> 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 とやっていけないっていう,う優秀な方だったらどの会社からも必要って言われるわけじゃないですかそう再就職とか別の企業さんで決まってることとかがもうその方たちはほとんどでして。 そうですねあとは本当にもう会社の思いだったり、あのー、自分たちがこういうことを成し遂げたい、あのー、保守的なんですよね建設業界ってその中で例えばロボットだったりって今でこそようやくこの9月からですね政府の条項が4 0 0 0条項を改正して、うんあのー、建設業界の人手不足の,ところの解決として IT 化だったりデジタル化だったり、まあ、ドローンもあの取り入れていこうみたいな部分があるんですけども。 ようやくそうなったっていうところで、あのー、今までこう法が改正されるまではですね本当に挑戦っていう部分がすごく大きくあったんですけど実際にこう人が今、点検をやってるからですね、うんまあ、そういったところでもこう新しいことにチャレンジしてるっていうところでもあの面白みを感じてくださったのかもしれなないでそうなんですすそうんね勝手に想像するにその優秀な方たちがこう今までできなかったことが。 森川さんとだったら一緒にできそうみたいな、そんな感じに思ってくれてるんです。かねそれもあると思います。<laughs> <laughs> あの、本当にでも、大手さんだと、例えば、あの。臨機通すのにも、時間がかかるとかですね、スピード感を持ってできないところがですね。あの、弊社では、スピード感を持って、こうプロトタイプを自社で作ったりとかですね、研修をしたり。っていうことは、進めれるのかなっていうところで、そういうところは面白がってくださってるかもしれないですね。あ、そうなんですね。は ありがとうございましたすごい方が入社してしかも辞めずにね見、ねうん、続けてるからすごいなと思ってであそうそうご質問いただいた件は、はいいいね、そうですねあの若い社員も多いんですけどもあの私あの、年齢関係ないのかなとも今、森川さんの話聞いて思って,て、うん、あて要するに一番大事なことってこう自分が誰かの役に立ってるって思えるかどうかって生きていく中で働いていく中でも一番重要なことだと思うんですよね。 であの漫画「火の鳥」の未来編で1人で生きていくっていうシーンが延々続くっていうのがあるんですけど、はい、1>, 1人で生きていくのが苦しすぎてその人がもうでも死ねないんですよっていう主人公なんですけど、うん、なんでかっていうとやっぱり苦しいんですよ、誰にもこう悩みも話せない自分が役に立ってる感もないっていうのでやっぱりなんか誰かの役に立ってる感が欲しいなと。うん、でそれれをやっぱり、あのー、単純に得られる うー、機会をやっぱりたくさん設けるってことで、うんうん、私が意識してるのはあのいろんなですね。えー、っとまあ、研修まあ、自社の研修でもいいですし、自社のまあ、リーダーを集めた集会でも何でもいいんですけど、社員にできるだけ多く発表してもらうっていうのをものすごい気をつけてるんですよ。で、何か発表するってことは人に何か伝えるとか教えるとか人が知らないことを。 自分の仕事を話すってことなのでやっぱ何かしらリアクションがあるんですよ、あなんか一緒のこと思ってましたもありますしあそんなことあるんですねっていうその反応がですねやっぱ自分があ仕事をしてて、まあ、よかったなって思える時だと思うのでただこう、日常で仕事をしているとそういう職種が多い職種もあると思うんですよ。例えば 営業の方とかですね苦しいかもしれないけどやっぱ決まった時はありがとうございますと言われるのでそういう職種の方ばかりではないので LINE 福岡はだからそういう風にできるだけ自分の仕事とか自分の考えを発表できる場を多く準備するっていうのをあの気をつけてますなるほど,なるほどあのま,あまさにですね私の会社もですねまあいろんなメンバーあのいるんですけどなかなかこう自分がやってることとかをみんなにこうアピールするっていうのがなかなかか苦手な方。 っっていいいうのも結構いらっしゃゃるじゃないですかで、まあ、そういった、まあ、会社が多分多いんじゃないかなというふうには思うんですけどその点で何かこう気をつけられてることとか何か取り組まれてることってありますかね、まあ、と特にですねえっとリアクションをものすごく重要視してるんですよああでとにかく一番重要なのは人を応援することっていうことで応援するフード作りを一番重要視しててあのやっぱり話して無関心その。 無反応やっぱりね一番はそれじゃないですか <laughs> はいはいどんな反応があるんだろうってことで何にも反応がないと緊張して準備したのにもう二度と発表したくないですよね <laughs> だからそれも何でもいいのでそれはそのリアクションができるようにということでその,その場でコメントは難しいので後からアンケート取ってアンケートだったらそのいい いい悪いぐらいのボタンぐらいを押しますしコメントも少しは書いてくれるのでそれを全部そのフィードバックしたりだとかあと最近は SNS とか Slack とかでもリアクションボタンとか結構そういうの充実してるじゃないですかそういうテキストのコミュニケーションでもそのリアクションする部分って結構多いので、うん、それをこう推奨するような形にしてますね。 例えばですけどそういったこういろんなその社員の方がこう発表される中でそれがこうビジネスにこうつながってきたものとか何かこう社内改善に役立ったものとかっていう,、まあ、こうアイディアってありますかあそれはたくさんあるんじゃないですか、えっと、結構あの単純な LINE 福岡の,その例えば働いてる環境で、えっとまあ、この例えばなんだろうな うんと例えば今だったらオンラインの会議とかが多いので、はい、会議室がオンライン対応してないよりオンライン対応している方がやっぱりやりやすくなったりだとか、まあ、ズームする場所がなかなか社内に来てズームっていうことは形もあるのでうん、うん、今、ハイブリッドなのでその場所がやっぱないとなかなかやりにくいのでその場所をちょっと作っていったりだとかそういうふういにこう、まあ、それもですね自分がちょっと言ったことが反映されたらうれしいですよねそういった形を結構あるかなと思いますなるほどありがとうございます。 あのやっぱりこう自分がこうやりたいこうしたいって思うのがやっぱりこう会社として実現できる環境っていうのはすごくやっぱりやりがいがあると思うんですよねで、まあ、そういったものがやっぱり従業員のこうやっぱりモチベーションっていうところに変わってもう新しいこう会社のためもしくは社会のために何かやっていこうっていうモチベーションにもこう変わっていくのかなというふうには思いますねはいありがとうございますじゃあ折川さんの方でも何かしらそういったあの社員の方々に こうなんか、アイデアをこう出してもら、うとか、まあ、そういった取り組みとかっていうのはやられてますか。えっと、提案書っていう、一つのフォルダを作って。<laughs> <laughs> みんなが、こう、はい、こういうことを提案したいっていうのを、自由に好きな時に、あの、そこのファイルに入れれるようにはしてます。なる,なるほど、なるほど。<laughs> 入ってくるんですか。入ってきます。おお、そうですね。これはすごいですね、うん。結構入ってきますね。なんか、その小さなことから、例えば、まあ。 小さなことでいうとこういう備品買ってほしいとかもありますしあとはその業務の中でのこういうふうにしたら効率化図れるんじゃないかとかですねそういう提案もあったりするので,あのそうですねヒントになったりそれにはそして必ずず返すすようにしてますね一つつ、はい、それは提案書っていうホルダーを作ろうというふうにご自身で考えたそれを全体ミーティングそれもあのあの拠点も全部のミーティングの中で。 あの声を出,せない出さないままだとですね、はい、あのよくならないよっていうところでそういうことをしようっていうのを全体ミーティングで言ってでそのホルダーを作ったら結構あの、どんどんみんなが入れてくれてですね <laughs>、はい、っていいう取り組みをしてます <laughs> <laughs> ちょっとねあの昔ね、ねそういう目安箱的なものっていうのも ありましたけど、まあ、そういった意味ではこうも,ものをよくするっていう意味でのそういったその提案書ホルダールであっていうのなかなか面白いあの取り組みだなということでうちでもやってみたいなと <laughs> <laughs> なんか言葉がいいですよね提案書ってんか目安箱にしたらなんていうのかなちょっと言い方が難しいけどうん問題点だけ出してきそう,うんでも「提案書」って書いてるんでこういう問題があるからこうしたいっていう、はい、そのののかセットで、はい 出したくなるような気がしたので、なんかネーミングがいいな <laughs> と。ソリューションまでひっくるめて出てきそうですよね。ね確,かに確かに。確かに解決策を一案とか二案とか三案とか出してくるメンバーとかもいますね。こういうふうに解決がありますみたいな。うん、効果はこうですみたいな。うん、詳しくするメンバーもいてますね。なるほど。ありがとうございます。でも福岡市としても、そういうのありますよね。あり,あります、あります、ね。あります。はい。 公貸主としても当然ありますしあとはこう市民からいただく声に対してもどう答えるのかというところもあったりもするのでうん、うん、やっぱり声いただけるうちが花だと思うんですよね社員の意識としても含めてな,な,な,なのでなんかこう意見を言いやすい風土とか環境というのは非常に大切だなとは思ちなみにそういったその社員からの,そのいわゆる提案だとかそのアイデアを募集するとかっていうのはもう最初からこう取り組まれていらっしゃったんですかね会社としては。 私のところは途中からですねやっぱり人があの増えてきたところでなかなかこう全員と対面であのミーティングとかもしてるんですけど、まあ、日々そう、少ない23人のメンバーのときとはやっぱりコミュニケーションの量が違うので途中で取り入れました。なるほど、はい、るほどどややっぱりどんどん増やして,いって るイメージですか、うん、最初だからそのてあの発表する場も設けたりしても当たり前ですけどめちゃくちゃゃく反対されますからね<ー>そんな月に1回発表することないとか <laughs> やっぱ発表したくないですよみんなだってその <laughs> 嫌な思い出が蘇るじゃないですか昔なんか緊張したシーンとかそれこそなんか反応なかったシーンとかはい、はい、でもそれやっぱ継続していったりそこにリアクションがあったりあとはその。 意見したけどどう扱って例えばアンケートとか取ってまあこれまでだったらアンケート取るだけでそれをこう見たかどうかのリアクションをしてない時期とかもやっぱあったんですよだからそういうのを一つずついやこれ見ましたよとかこ,れこの部分はいい意見だったのでこういうふうに会社のこの環境を変えましたよとかそうやってこうコミュニケーションが発生してくるとあなんか見られてるんだなじゃあ自分が言った意見は役に立ったなっていうことが分かるっていうのをまあそれちょっと積み重ねてこう増やしていってる感じです。ななるほどなるほほどど あのやはり会社がやっぱり小さいときはもうおっしゃっていただいているとおり本当に密にコミュニケーションはできるんですけどだんだんこうビジネスがこう,うまく、えー、成り立ってきたときに会社も当然、まあ、大きくなってくるとコミュニケーションが減ってくるっていうのはまあ事実だと思うんですよ、ね、でそこに対してやっぱりその意識的にそういったこう社員の方々とこうつながるアイディアをもらえるような環境づくりとあとはまあおっしゃっていただいたようにそれを評価する。 実行するっていうところのまあ取り組みっていうのは継続的にやっていくっていうのはすごく大事かなというふうにあのお伺いしてて思いました。はい、ありがとうございます。じゃあですね最後のあのテーマになりますけども、まあ皆様あの本当に福岡に拠点を置かれてまさにですねあのクリエイティブなビジネスを生み続けていただいてるんですけども、私も当然あの福岡あの出身なんですがなぜですねこう福岡はクリエイティブなビジネスを生むのかと。 いうテーマについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。じゃあ早速あの久島さんお願いします。はいえっ、ー、とやっとスライドが出るようになって僕すごい安心をしてます。えー、私,私も安心してます。<laughs> です、ね <laughs> ね、私もプロジェクタの話したくてしたわけじゃないん <laughs> そ。そう滑りたくて滑ったわけじゃないんです。ある以,以上広げらなかった,らどうしたう。そうそうだからもう良かったです。<laughs> はい。 と改めまして福岡市役所熊本でございます。えっと福岡市の方でまなぜクリエイティブのビジネスの方が盛んなのかというところのご説明をまずさせていただければなと思ってます。えっとまず一番人だと思ってましてやっぱり企業様ご立地いただいても人が取れないとなかなかこうビジネス継続性が難しいっていうところがあるとは思うんですが福岡市はあの幸いなことに人口伸びているような状況でございまして。 人口の増加数増加率ともに整理史1位というような状況でございまして2035年までは人口が増えるという統計データが出ていますで九州新幹線も通っているというところもあったりですとかあとはこう進学就職とかで九州中から人が集まるというところがありますので若者比率も高いというところがありまして、まあ、クリエイティビジネスを支えるクリエイターですとかそういったところが非常に採用しやすい 環境にあるのではないかなというふうに感じているところでございます。次のスライドお願いします。とこれはもう私たちのこう実績を堂々とあのお知らせしたいなと思っているんですけれども、誘致企業数という形でと2013年から2021年まで去年昨年度までですね、9年連続で50社以上の企業様にご立地をいただいております。<laughs> えー、ライン福岡さんもあのすみません大口さんここに入っていると。というわけでございます。ありがとうございます。 えっと、506社の中でですね、えっと、IT クリエイティブという企業様の更新百284社ありまして、まあ、半数以上が、えー、クリエイティブの。 企業様にご進出いただいているような状況でございますので、まあえー、行政の方にも、えー、クリエイティブの企業様のご進出を支えるまノウハウですとかそういったものがた、えー、まっておりますのでぜひあのご覧の、えー、方々ですか周りにです、ね、地方進出を考えている方がもしいらっしゃいましたらぜひぜひあの福岡の方をご検討いただければと思いますあので私飛んでいきますのでよろしくお願いします。次のスライドお願いします、ね えっと、どういった形であの福岡のほうでクリエイティブビジネスを始める方が多いのかというところなんですけれどもあのクリエイティブビジネスを始めるときにあんまりこう初期投資があんまりいらないというところもありますのであのスモールスタートされる企業様が大変多くございますで今あのここ、えー、セッション出している会場なんですけど福岡グロスネクストというあの官民共同の 創業新設福岡市設けておりまして入居者170社いますというところで多様なワークスペース設けていたりですとかコミュニティネットワーク設けておりますのでぜひ,ぜひこういったところをご活用いただいてですね福岡進出の足がかりにしていただければなというふうに思っております次のスライドお願いします一方でさっき鈴木さんからもお話ありましたけれども BCP というところですとか増資をしたタイミングで大きく拠点を出したいと。 いいいう企業様も中にはいらっしゃるかと思いますでちょうど今、福岡の方再開発をしておりまして、でただ単にこう古いビルを壊しているというだけではなくて、そこにこう付加価値をつけて、ですね東京と同等程度のクオリティのビルを設けていたりですとか、ちょうど真ん中の。 建物の福岡グロスネックスの裏の部分なんですけれども、しっかりこう緑化をしたり、海、え、遊、ー、空間を設けたりしてです、ね、こう彩りだとか、えー、ぬくもりのある海遊空間を設けて、えー、施したりしておりますので、ぜひぜひ、あのー、福岡ご進出いただいて、ご自身のクリエイティビティを十分に発揮していただければなというふうに思っております次のスライドお願いします。 ですみません、今、私ずっと駆け足で説明させていただいているんですけれども、こういった中身をですねあの福岡市の職員がこう説明しても、がまち自慢みたいになってしまったりしますので、しっかりとこう情報発信を、民間の方のこうインタビュー記事ですとか、レポートだったりですとか、現場のすでに進出していただいたまあ先輩の声みたいな形での,あのウェブサイトも設けております。これは福岡クリエイティブキャンプ っていうあのウェブサイトなんですけれども、こちらのフォアのお時間があるときにご覧いただいてですね。で、あの福岡の今どうなんだろうというところを、あの、ご確認をいただければなというふうに思っております。すみません、あの、花田簡単ですが、私の方から以上でございます、はい。はい、ありがとうございます。本当にですね、あの、まあ、福岡市。というところでいくと、まあ、まさにここのグロスネクストもそうですし、さまざまなこう、やっぱり起業家向けの助成金。であったりとか、あと、こう、まあ、人。 まあ、そういった部分のサポートがすごく手厚いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ他の,やっぱりあのち地方自治体もです、ね、いろんな取り組みされているとは思うんですが、まあ、ここはやっぱ福岡市すごいよっていうのがもしあれば、はい、ここで実際、実際どうですかご進出されてみた多分私より関西出身の、はい、方から見た視点の方が、まが、あ、私 U ターンなのでそうは言ってもどうですか でも本当にあの自治地域を含めた自治体さんがあのすごく協力的だなというところがありましてあの道路照明の点検をするロボットの開発を今、しているんですけど道路照明ってあの古くなったデータが欲しいので古くなった道路照明が欲しかったんですよただ、道路照明って撤去する時に細かく切り刻んであの鉄としてあの売るのでもう撤去の時点で細かく切り刻むんですけど ただそれをあの福岡市さんよりあのイベントでこういうお話をさせていただく中でお願いとしてお願いしたらですねその時ちょうど内閣府の方もいらっしゃったイベントがありましてそこで登壇させてもらう時にお願いをしたらあのそのままのですね本当にコンクリート埋まってる基礎から日本 <laughs> <あの笑>ずあの買わせていただいたんですよ <laughs> そういうすごい協力的な部分とかですね、うん あとはそれこそ,その飽和状態の,その東京とか大阪に比べてやっぱりチャンスがあったりとかその大手企業さんとのマッチングだったりとかですね他にはない福岡だから,だからできるっていうところはたくさんあるといいますり <laughs>、はい、りがとうございますやっぱりこう福岡市としてもこう民間の企業さんと近いところにいたいなっていう思いがまあ個人的なのかもしれないあるっていうところがありまして。 こう大丈夫だ、ね、行政がという形ではなくてはい、はい、福岡の街を民間、僕、民間の人とていうかあんま好きじゃないですけど <laughs> 福岡の人と一緒に何か新しいことをしようとか、はい、う課題解決をしようただそれが民間なのか行政なのかの違いかなというだけだと思いますのでぜひぜひ何かあったら福岡市を使わないとこう税金のキャッシュバックだと思って、はい、<laughs> すごくそう言われると使いやすくなりますよね。<laughs> はいいい意味でなんか自,信が自信があると思う、うん、福岡市の人たち、うん、いい意味で。できないことってたくさんあると思うんですよあの、まあ、行政っていうか国の仕事とか市の仕事とか町の仕事に携わってるとなので、まあ、どうしてもこうできないことってイメージできると思うんですよね。あこれ多分通らないないとか それがなんか諦めにつながっていったりだとかいうことが結構あるのかなと思うんですけど福岡市の皆さんと働いてるとできるんじゃないかっていうところから始まるのでできるようにとりあえずやってみようというところから始まるのがなんかすごくこう一緒にやっててポジティブに仕事ができるからそれがなんかすごくこう。 定性的なことですけどすごくなんか嬉しいというか特徴的だなと思います、うんうんまあ、確かにそうですね、あのやっぱり、まあ、私自身もまあずっと福岡で育ってきてますけど、その周りになんか結構へこたれる人ってあんまりいなくてどっちかというとこう明るいというか前向きな方がすごく多いですし逆にこう誰かをこう困っていることがあればやっぱり一緒に頑張って助けようよっていう、まあ、なんて言うんですかねあのそういう感覚がすごく強いようには,私は感じますけどね。はいうん ですねはい、ありがとうございます。ということで、あのそろそろまたお時間があの迫ってきましたんで、えー、最後にです、ね、あの皆さんにあの今日配信をご覧いただいている、まあ、セッションに参加していただいている皆様の方に、えー、メッセージをいただきたいなというふうに思います。で今後です、ねえー、自社のこうビジネスを、まあ、日本、世界に広げるために、えー、どういったこう取り組みをこれ,こ,これからされようとされているのかというところをです、ね、ぜひ簡単に。 あのお伺いできればなというふうに思います。ということで、えー、まずは鈴木様の方からよろしくお願いします。はい、えー、今日はありがとうございました。まちょっとタイトルがですね。結構。すごいタイトルだと思うんですよ。<laughs> それ最後に言いますか？こ <laughs>、はい、れは結構その視聴者の方の,の期待値調整をすごく気にしてたんですけど、大丈夫なのかなと。それでそのクリエイティブなビジネス。 でそのどうやってやるんだろうと思いながら見てらっしゃる方がいるのかなと思ってですねこのタイトルを見て。で、えっと、それでそのあの私が思うのはあの福岡に戻ってきていいなと思うのは、えっと、やっぱりインプットが多いっていうのがいいところだと思うんですよ。であのやっぱりアウ、まあ、クリエイティブってすごくこう。 新しい価値をアウトプットするものだと思うのでやっぱりその新しい価値をアウトプットするには当然インプットがたくさん必要だと思うんですよね。なのであのまあ福岡に限らずですねまずご自身がたくさんインプットができる環境に身を置くっていうのはあのすごく大事だと思っていてでよく言われるのは福岡はその通勤時間が短いとかあのすぐ人に会えるとか。 ま街にも行けるし自然にも触れ合えるとかそういうインプットがやっぱりたくさんあるのは福岡のいいところだと思うのでそういう意味ではですねあの私はあの実は東京にいた時よりも福岡にいる方がインプットが多くなった感触があるんですよね。というふうに思うので何かこう今新しいことやろうと思われてる方はそういったこうできるだけインプットが多い環境に。 こうまず行ってみるっていうのはあの重要なことなのかなというふうには思います。なるほど。はい、ありがとうございます。じゃ続きまして森川様、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あのそうですね、そのさっきのお話の続きにもなるんですけども、ロボットの実証実験とかをし復興会さんの協力を得てそのさせていただいたりできるっていうところで、あのすごくチャレンジしやすい環境がこう皆さんでこう作り上げてくださっているというところがあると思うので、まあどん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 チャレンジしやすいあの。 言い方ちょっと悪いかもしれないですけどあのクイ出るくいは打たれるっていう環境じゃなくあの東京とか大阪からだとそういうちょっと出る杭打たれそうな感覚があるんですけど <laughs> <laughs>、まあ、そんな感じではなくあの皆さんがマッチとか詩が一体となってチャレンジさせてもらえるっていう環境だと思うのであのそういうところであのどんどんチャレンジしていけるんではないかなと思いますね。ありがとうございますじゃあ最後に 今日ごご清聴いいたただきありがとうございました、えっと、福岡市としてはその開業率が実は7%以上あるので実は福岡市だけなんですねうん、うん、なのでこうクリエイティブを生み出したいとかうん、うん、スタートアップには、えー、すごい適した土壌にあるという街になってますて、えー、企業誘致という観点から申し上げますと実はあのシンガポールのユニコーン企業が来たりとかですね、うん、次のステージにこうあの市としても企業一の観点でも行こうかなと。いう,ふうに 思っているところがありますのでぜひなんかこうチャレンジしたいとかこう自分のアイデアをこう尖らせたいとかっていう企業さんだったり、まあ、そのまだアイデアレベルの人でも全然いいのでぜひぜひこう福岡の街に来ていただいて実際にこう自分のビジネスどうなんだろうっていうのもプロとでも何でもいいので回やってみるっていうでやる場所としてやっぱり福岡は最適だなんじゃないかなとは、うん、やっぱ中にいても思うのでぜひぜひあの福岡に来て使ってもらいたいとか実際試してもらいたいというのは本当に非常に思いますね。 まあもう本当に福岡にやっぱりこう日本だけじゃなくてこの海外の企業もこう入ってくるとなるとよりこういろんなこう多様なえ人がこう福岡に集まるようになってもっともっと新しいビジネスっていうのもこう生まれてくる環境がこう整ってくるんじゃないかなというふうに思いますのですごく期待してます。ということでえ皆様本日はどうもありがとうございました。 えー、以上をもちましてですね、えー、福岡発前例なきクリエイティブビジネスを加速するための着眼点とはというセッションを終わらせていただきたいと思いますどうもありがとうございました皆様ありがとうございましたありがとうございました